俳優の尾形直人さん。最近、見かけなくなりましたね。90年代、これでもかというほど、テレビや映画で主演で出ていたのに、それだけに今の状況は、誰が考えても、何かあった、としか思えないですよね。ですから、ネットで、いろいろな憶測が飛んで、知る人ぞ知る謎となったのです。どうしてそうなったのか、気になったので調べてみました。尾形直人さん。知っての通り、俳優としては、超サラブレッドで、父は俳優の尾形健さん、母も女優の高倉則恵さん。その次男として生まれ、兄の尾形寛太さんも俳優という環境で、なるべくしてなったとも言えますね。1987年に青年座研究所に入所。二世タレント特有の甘さなど、微塵も感じさせない演技で、翌年には映画「遊春」で主演デビューし、同年ブルーリボン新人賞を受賞したほどです。その後は予備校部に、北の国から89奇境、大河信長キングオブジパング、北の国から92巣立ちなど、多くの連続ドラマに出演するほか、ドキュメンタリー番組「世界遺産」のナレーションもこなされ、芸能界の中でもごく一握りの超売れっ子俳優でした。テレビで見なかった日の方が少なかったんじゃないでしょうか。そんな尾形直人さんですから、モテないはずがありません。青年座研究所に入所して、なんと7年後の93年に電撃結婚されました。お相手はこちらも人気若手女優の千堂信子さん。千堂さんといえば12歳で出演した映画「鬼龍院花子の生涯」での姪子役ぶりで注目を集め、白蛇賞「笹目雪」にも出演。その後は「クリスマスイブ」など多くの話題ドラマで活躍した女優で、アイドル歌手としても活動し評価されていました。ドラマ「セーラー服反逆同盟」での可愛さは特質ものでした。当時、超売れっ子二人の結婚に、世間は度肝を抜かれたわけです。ちなみに、尾形直人さんと千堂信子さんの馴れ初めは、1991年、ドラマ、松本清張、作家活動40周年記念、ドラマスペシャル、最後御札でした。この作品で共演したのをきっかけに親しくなり、結婚に至ったのでした。実は、千堂信子さんは夫の父、尾形健さんとの出会いの方がずっと先だったとか、縁があったとしか思えないですね。千堂信子さんは結婚と同時に芸能活動を休止しました。そして、二人の間には二男一女ができ、日々、忙しく主婦業に専念していました。が、しかし、突然、2018年7月にドラマ「この世界の片隅に」で主人公の母親役での女優復帰を発表したのです。そして2019年にはドラマ「夏空」に出演して、順調に露出も増えてきているのです。ですが、一方では、なぜ夫である尾形直人さんはそうではないのでしょうか。実際、ネットでは尾形直人は干された。実は、認知症の治療をしている。といった情報が氾濫していました。本当にそうなのでしょうか。結論から言えば、そういうわけではなかったのです。実は、尾形さん、最近でも、映画、ドラマ、CM にも出演しており、CM では、田中貴金属は5年間出ていたし、日産自動車との付き合いも長く、日本財団の CM のナレーションもやっていて、映画「万引き家族」や「チリツバキ」、ドラマ「ダイアリー人間の証明」にメインキャストとして出演しているのです。これだけの作品に声がかかるのですから、全く干されたわけではないのが
お分かりいただけたのではないでしょうか。緒方直人さんは結婚後もしばらくは精力的に活動されていたのですが、子煩悩な緒方さんは自分の幼少期のことを思い出したのだと言います。今は亡き父緒方健さんも仕事で忙しくて家にいることがとても少なかったそうです。だから小さい頃寂しい思いをしたこともあり、そういう思いを自分の子供たちにさせたくない、だから家族との時間を増やすために緒方さんご自身で仕事をセーブされたというわけなのです。あれだけの売れっ子俳優が俳優としての欲を捨ててまでそうしたというのですから、その決断には本当に驚かされます。また認知症であるというのも全くのガセ情報で、その出どころは緒方直人さんが立て続けに認知症をテーマとした作品に出演したことで、ネットで上位検索されたことがどうやら原因のようです。やはり自身がセーブされていたというのが正しいところでしょう。仙道さんも子育てが一段落したことで復帰されたのも、多分緒方さんが喜んで送り出してあげたからじゃないでしょうか。家族の幸せを最優先に考えてそうすることができたのは、誰もがその実力を認める俳優で家族思いが緒方直人さんだからこそできたのかもしれませんね。いかがでしたか？あなたはどう思いましたか？私は緒方直人さん、なんだか以前よりも凄みを増しているように感じました。やはり血は争えないものですね。これからも芸能界を代表するおしどり夫婦であってほしいものです。お二人のこれからの活躍を期待しています。それではまた次回お会いしましょう。